マイプレート。当初は背景が緑であった。マイプレートはアメリカ合衆国農務省による現行の食、生活指針のうちイラスト型のもので5つに分類された食品群を食卓に置かれた皿とコップのデザインで描いた円グラフである。それまで19年間使われてきた米農務省のマイピラミッドは2011年6月2日にこのマイプレートに置き換わった。 アメリカ人のための食生活指針をもとにイラスト化したものである。食品の包装に表示されたり、米国で栄養に関する教育で使用される。マイプレート背景が緑のもの。マイプレートは米農務省による最新の食生活指針である。米農務省の最初の食生活指針は1894年にウィルバー・オリン。 アトウォーター博士によって農民解放として出版された。それ以降、米農務省はイラスト型の基本7食品群、基本4食品群、食品ピラミッド、そしてマイピラミッドを含む様々な食生活指針を公共のために提供してきた。各国の政府や様々な団体も食生活指針を作成している。例えば、イギリスのイートウェルプレート、 オーストラリアのガイド2ヘルシー・イーティング、米国糖尿病協会のクリエイト・ユア・プレートシステムも皿を模した図を使用している。マイプレートの皿は4つに区分され、約30%の穀物、40%の野菜、10%の果物、20%のタンパク質であり、牛乳やヨーグルトのカップを示す、乳製品を表す、小さな円が付属している。マイプレートは、 食事の半分は果物や野菜にしましょう。低脂肪牛乳、または無脂肪牛乳に切り替えましょう。少なくとも穀物の半分は全粒穀物にしましょう。様々なタンパク質食品から選択しましょうなどの推奨事項が補足として追加されている。また主審は食事を楽しみつつも皿の大きさを目安に管理すること、またナトリウムと砂糖の摂取量を減らすよう推奨している。 マイプレートの発表会で、ミシェル・オバマ大統領夫人は、親たちは一回の食事に、鶏肉が正確に3オンスあるのか測ったり、米やブロッコリーの分量を調べる時間はありません。でも私たちは子供たちの皿を見る時間なら確かに、あります。適量を食べているか、食事の半分は、野菜と果物か、そして低脂肪のタンパク質、全粒穀物と低脂肪の乳製品の飲み物、 それだけで良いのです。それぐらいにこの方法はシンプルです。米農務省はマイプレートの内容をできるだけ広く遠くまで普及させる広報活動のため多くの団体と協力関係を構築した。これらのパートナーたちは全米規模の団体や企業で構成されており、アメリカ人のための食生活指針に示されるすべての栄養構成要素を奨励することに合意している。 マイプレートは抽象的すぎてわかりにくいと批判されてきた以前のマイピラミッドの改良版として広く受け入れられた。果物と野菜は50%と強調していることに加え皿のイメージはシンプルでわかりやすいと特に好評だった。一部の批判者はタンパク質は他の食品群から摂取可能であり平均的なアメリカ人は すでに十分に食べているのでタンパク質の区分は不要であると指摘した。しかし、肉はタンパク質以外にはどこの食品群にも含めることができない。乳製品の区分も同様に必要ではないと批判された。別の批判は、マイプレートの図はシンプルすぎて補足的な栄養上の助言をする機会を逃しており、それはタンパク質食品が健康的かとか、 健康に良い,い脂肪と悪い脂肪の区別といったことである。ハーバード大学公衆衛生学部はマイプレートの登場に応じ、独自に調整しより詳細にし、健康的な食事プレートと呼ばれるイラスト型指針を発表した。ハーバード大学版は野菜と果物の比率が高く、健康に良い油を推奨事項に追加し、健康的なタンパク質食品と全粒子は一四ずつに割り当て、 そして、水を飲むことを推奨して、乳製品を減らすことを提案している。ハーバード大動学部の栄養科の教授である、ウォルター・ウィレットは、マイプレートについて、残念ながら、以前の米国農務省のピラミッド同様、マイプレートは、農産業の強い利害関係による影響と科学とが混合されており、健康的な食事のための指針とはなっていないと指摘している。 ハーバードのものは身体活動の推奨も含んでいる。関連日本語リンク。ありがとうございます。